皆さんこんばんは。里ゆりトーク始まりました。今週もよろしくお願いします。今日はですね、いつも YouTube とネタの構成等を手伝ってくれている岡 D に来ていただきました。今日もよろしくお願いします。喋ってもらっていいですか？あ、いいの？喋ってもらわないと、あのラジオなんで。ご存知、岡島です。2、3回前かな。そうやな、先月にも、出ていただいたので、うん、ご存知かは分かんないですけど。そうやな、まあ、知る人ぞ知る岡島くんです。里ゆりを知ってたら、うん、セットで僕も知っとってほしいな。いや、まあ、最近ね、よく私のインスタグラムとかにもちょいちょい出演しながら、出演そうやね、出てるね、出てくるようになり、まあ本当にいろいろ手伝ってくれているので、よかったらね、覚えていただいたらなと思います。そのピースをやめてほしいね。なんでですか？なんでですかじゃなくて、まあ、すごいずっと今ピースをねしてたんですけど。ラジオでしょ？ラジオなんですけど。全然そのピースの関係ない。いや、関係ないですけど、まあ、YouTube とかにも上がるし。いや、前回さ、はい、撮ったやつ YouTube 上がってない、どういうことなんですか？それは俺は映像にふさわしくないっていうことですか？あれは誰が判断してるの？あれは、あの、小鉄さんが。あ、はい、直談判。小鉄さん、待っとってくださいね。待っとってくださいね。僕行きますからね。小鉄さんがね、なぜ上げなかったのかの理由を聞きに行くので。まあ、理由があるでしょうね。なんなんやろな。まあまあ、それは。あ、まだ聞いたら教えてください。あ、わかりました。お願いします。なんで俺が聞くの？逆や。聞いたら教えてや。ということで、私たち、あの、先週ですね、はい、九州の方に行きました。行ったね。そうなんですよ。ちょっとその話をね、今日はできたらなと思うんですけど。まあ、遠かったね。そうだね。フェリーで行ったんですけど。いや、フェリーで行ってないよ。あれ、あ、フェリーで行ってないか。うん、あ、そうです。新幹線で行ったよね。あ、新幹線ね、すみません、新幹線で行って、で、フェリーで帰ってきたんですけど。いや、違う、フェリーで帰ってきてないよ。なんでそんな船乗りたいの？フェリーじゃなかったし。そこまで嘘つく？あ、そうか。フェリーじゃないよ。いや、なんかやっぱ最近ちょっと売れてきてるから、うん、やっぱそういう行動とかあんまり読まれる方がいいかなと思って。じゃあ売れてきてもないし。嘘を言っとかんと。そう、時差出勤的な。いや、ええねん。そういうの言っとかんと。誰も分からへんから。その怖いファンの人が来たりして。来ないから。もう帰ってきてるから。まあ、新幹線で行ったんですよ、うん。まあ、それ行きはバラバラで行って。そうですね、まあ、ちょっと私が熊本の方で用事がありまして。そうね、うん、まあ、福岡でまた別の予定が、うん、まあ、もうしようやったんですけど、うん、で、まあ、福岡にも岡 D がね行くってことで、はい、ならもう向こうでちょっと合流して YouTube 撮れたら撮ろうぜっていう話になったんですよ。撮りましたよ。そう、それで、まあ、現地どこで集合したっけ。大牟田。そう、熊本県の大牟田駅で朝6時集合とかやんね。ほんまや、6時半ぐらいか。福岡に、うん、1日早く着いててね。そうやね。あ、違う、同じ日やわ。俺その日の夜に着いてるから、福岡に。で、レンタカー借りて、うん、まあ、あの、福岡で用事があったり済まして、うんうんうん、熊本の大牟田に行き。そうだね。で、大牟田で合流し。そうそう、はい、で、まあ、どんな YouTube 撮ろうかなってね、福岡行く前に話してて、うん、もうとりあえずバレエのチームにお邪魔できたらいいなっていうことで、うん、バレエ撮りたいもんね。そうでも、どう、そんな福岡にね、つながりとかないからどうしようって思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、とりあえず私のインスタグラムの方でもうフォロワーというか部員さんがね、うん、もうフォロワー言うてるよ。部員です。フォロワーのことを部員と呼びます。部員さんが1万4000人いるんですよ。はい、ありがたいことに。もう処理しきれてない。いや把握してないやろ、部員の名前。部員の名前は、まあ、名簿とかまだ作ってないから、ね、あ、作る予定なんかい。しっかり、ね、今の間から作っとかな大変やで、これ。いや、やっぱこう役割とか決めていって、マネージャーとかがする仕事やから。あ、そうなんや。なので、あの、今決めて、で、そこのインスタグラムで、うん、その何日に、うん、どこどこに行きますと、佐賀と福岡ら辺にいますんで、うん、里ゆりに自主練してほしい人は、もうぜひ声をかけろというふうに、うん、SNS で発信したところ、あの、結構メッセージいただきまして。そうやね。ね、結構すぐ来たね。来ましたね。ね、トータルでごっつい数来た中で、うん、真剣にお願いしますっていう方が何名か。ああ、そうやね。そう行きたいとか、なんか、まあ、次はどこそこ来てくださいねとかね、うんうんうん、いろいろコメントいただいて、で、ちょっと選ばせていただきまして、うん、
ね、2つのチームを選んで行ってきましたよ。うん、それがまず午前中は佐賀にいたんですね。佐賀県佐賀の浜崎、はい、初めて行ったよ。福岡でいう糸島のちょっと山挟んだこっち側みたいな、わかるみたいな佐賀側、うん、全然分からへんけど佐賀の、まあ、分かんない方は佐賀で探してみてください。いや佐賀だけによいしょ佐賀行きまして、浜玉ジュニアバレーボールクラブさんに行きました。浜玉さん、もうねジュニアやったんですけども、うん、まあ、とりあえず可愛かったね。可愛かった可愛かった本当に。ちょっとね、その子供の可愛さもあるプラス、うん、なんでなんやろな、もう普通に美人みたいな。そう可愛い顔の子が多かった。めちゃくちゃ可愛かったわ。全員ほんまに可愛かった。でもなんかなんていうかな、言い方あれやけど将来有望よね、うん、そうすごい、あ美人な、美人可愛い女優さんみたいな、そんな九州のあの可愛さを持ってる人たちだった、うん、ほんまに可愛かったからびっくりしたね。ほんまに可愛かったし、まあまあ普通になんかバレーしてる姿も可愛いし、うんうんうん、そのなんかまあバレーっぽいさ、はいはいみたいな返事の仕方とかさ、あれも可愛いね。めちゃめちゃ可愛かった。監督も可愛いし、監督は可愛くはなかったよ、うん、めちゃくちゃ可愛かった。いや監督はおっさんでしたね。すごい、もう座ってたらね膝の上乗ってくるんですよ監督キモすぎるやろそれは。申し訳ないけど、いやそんなんじゃないですよ。全然しっかりした男のね監督さんやったんですけど、監督は結構陽気な方ですね、うん、そうだね。もう結構結構里入りのインスタをずっと見ててコメントも結構くれてて、でなんか保護者あるあるとかっていうのを積極的になんか動画編集してまで送ってくれてみたいな。そうやわそうや、そう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 、そのね佐賀で募集する前からたまにこうメッセージくれてたんよ、うんうん、インスタライブとかもよくコメントくれてたみたいで、で、うん、そうそうあるあるの提供とか、うん、そうしてくれてた。で、あこの人面白いなと思っとって本人にちょっとお会いできまして、まさかの監督やったっていう、ね、そうね、なんか私ね代表の保護者さんがなんか送ってきてんのかなと思って思ってたら、まさかのなんかあんまりボケなさそうな見た目の、そう、ね、なんていうかね、もうなんていうかな、休日は釣りしかしませんみたいなタイプの答えはそうみんなが、あそうそうそう、みんなが思ってるその顔、その顔のその雰囲気の方、分からへんけどね思ってるか分からへんけど、そんな雰囲気の方やったけど、うん、なんかね積極的になんかね会った瞬間もちょっとローテーションやったやん。ああそうやね。あなるほど。まあ僕たちその直接喋ってはないんで、電話で打ち合わせしたりとかで、ね、まあパッと直接その日に会った時に、うんうんうん、まあどんな人が来んねやろうっていうこっちも思ってるし、うん、向こうも多分思ってるんやろうけど、うん、そうその時に、うん、ああなるほどなるほどっていう、うん、そのみたいな、まあジャンルで言えば、うん、あそれひろゆきになるんかな。ひろゆきになるのかな。そのなんていうか、でも落ち着いてる、そうそう落ち着いてる、そう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 、あのウェイウェイ系じゃない、おいみたいなじゃないタイプ、そうだから淡々としてる方、大人っていう感じの方で、でこんな人がちょっと言い方悪いけど、こんな人が私を読んだって思ってた、ね、ああいう病気な映像送ってきたりとかしてくれてたのかなって思ったけど、こうちょっと喋っていくうちに、うん、なんかめちゃめちゃ案出してくるようになったり、だんだん殻がむけてきて、そう1枚ずつ殻めくっていってであるあるもね撮影させてもらったんですけど、うん、まあジュニアの子たちを主にね出させてもらったりしたんですけど、ちょっと監督おもろいの好きそうやし、うん、監督も出てもらおうとか思って監督に言ったら、なんか普通にのノリノリで、そうだね、演技をしてくれて、ね、普通はいやいやいや、もう子供たちだけでが多いんですよ、うんうんうん、普通は、うんうん、そうやね、保護者とかもそう、まあ、もうやるならみたいな感じやなめちゃくちゃでもそっちの方が助かる、うん、やっぱり確かに監督はそれぐらい優しい方がやっぱりこっちもやりやすいよね。いやほんまによ、好きなようにやっちゃってくださいって、うん、まあ、言われすぎると何したいか分からないけど、うんうんうん、いやそうそうそう、ほんまに積極的にめっちゃネタ考えてくれてたし、しかもまた良かったのが保護者も協力的やったのよ、うん、そこ最近じゃないかもしれんけどさ、うん、ジュニアって保護者一体型が多いね。なんか練習する時も球出し保護者の方したりみたいな。あ、はいはいはい、そうサッカーじゃ絶対ありえへんからさ。あ、そうなんや。もうサッカーやったら僕らが入ってた時はその保護者の人で、男性お父さんが 2,3 人できる人が
ちょっとこうやってるみたいな、なるほど、ね、ジムがてらみたいな、あ、はいはいはい、そうそうやけど、バレエってあれみんなほんま保護者の人みんなやるみたいな、あーみんなやるっていうか、そうかな、ボール出しとか、その監督が打つに対してボールバンバンってこう渡すのとか、渡すのね、あすごいな。でもまあ確かにそれは、まあ、今時というか、私がジュニアの時も、うん、お母さんたちみんなボール拾いに立ってたし、そうそう、ボール渡しも保護者がしてたし、あそうなんや、そういうもんなのかもね、バレーって。いやそう、サッカーはないからさ、うん、まあ、サッカーは広いしさ、なんか暑いしさ、なんか走り回らなあかんっていうのもあるよ、日陰降りたいのはあるかもしれんね、うん、まあ、バレーはね、うん、ずっと、まあ、お母さんとか座ってることも多いけど、なんかもうボール拾うかってなるしね、優しい、回ってなかったね、保護者の方が、いやほんまでね、あの動画にもそう、ちょっとそれはちょっとイヤイヤ感は若干あったけどでも保護者の方もキレかったね、ほんまよ、いやなんかそら子供可愛いなるわってなるぐらい、確かに、そう、奥さん、うん、奥さんって言ったらあかんのか、あんまりそう、保護者の方めちゃくちゃキレかったわ、キレやったわ、うん、いやほんまにありがたかった。で、はい、まあ楽しかったなって言って、うん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 、ありがとうございましたって言って帰る時に、うん、あのカラツバーガー、はい、カラツハンバーガー、カラツハンバーガーいただきまして、カラツ市になるんかな、そこは確かカラツ市にあるんで、カラツハンバーガーっていうのが有名なんですよ、また知らんくて、うん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 、でなんかまあいただいて車で食べたんですけど、めちゃうまいのよ、バチクソうまかったっす、なあほんまにびっくりした、カラツハンバーガーぜひご賞味あれ、うん、めちゃくちゃ美味しい、ほんとにぜひ丹波の皆さん食べてください、ほんまに丹波はハンバーガーないの？あるよ、あるんや、それええの？いやいや、でもやっぱご当地のなんかグルメを食べるのってめっちゃやっぱいいなって、やっぱ有名な理由があるのよ、うんうん、あ、まあまあそうやね、ほんまに美味しかった。僕横のその糸島のハンバーガー食べたことあるね、糸島バーガー食べたことあるけど、その唐津の方が俺お好きやったね、美味しかった、あ、そうなんや、めちゃくちゃ美味しかった。え、それなんかどっち、なんか違うの？いや俺な、中身までは分からへんねん、そのなんかご当地やったら丹波やったら、うん、そのあるんやったら丹波おったから分かるやろうけど、うんうんうん、その中に何があってとか、うん、そのなんていう地産地消、うんうんうん、とかっていう感じでご当地のやつが入ってるっていうのはあるけど、はい、俺糸島とあれは分からへん、何が入ってるか分からへんでも俺は唐津の方が好きやった、うん、なるほどね、口に合ってたね、あ、そうなんや、いや良かったです、いやぜひ食べてほしい、あれみんなに今里入りのラジオ聞いたって言ったら、あの全店舗、何もならないんで、何もならんのかい、何、まあ、ですかその番組ってなるだけよかったら言ってみてくださいでもね、あのまあそのからそのご当地で言ったら、私その熊本にいたやんか、うん、熊本も、まあ、あのおばあちゃん家に私はそこ泊まってたんですけど、うんうんうん、そのねよく、まあ、昔も行ってたのよおばあちゃん家、うん、そこでよく食べてたあのマンハッタンっていうね、マンハッタン、マンハッタンっていう菓子パンというかドーナツみたいなものがあるのよ、うん、海外のビルみたいな名前やな、いやまあそうやけど、マンハッタン、マンハッタンってマンハッタンとなんか土地名じゃない、あ、都市やったっけ、都市かなんか、まあ、まあチョコのね、うん、なんかドーナツにチョコレートがちょっとかかってるっていうマンハッタンっていうのがあって、うんうんうん、私熊本だけやと思ってたらなんか九州全般的にあるみたいな感じだったけど、まあそのちっちゃい頃はめちゃめちゃ食べてたんですけど、おかしいみたいな、3時のおやつといえばみたいな、そう、朝ごはんマンハッタン食べようかみたいな感じ、あ、沖縄でいうサーターアンダギーみたいな感じか、あ、まあ、そうかも、ああ、そうかもそうかも、それをさ久しぶりにスーパーで見て、いやもう買うしかないでしょ、あ、そうなんや、買ってもうめっちゃ美味しくて、うん、でなんかもう、まあ、小さい頃の記憶とか思い出してね、うんうんうん、あ、なんか楽しかったな、なんかおばあちゃんちって楽しい記憶しかないやん、まあ、そうやな、うん、遊んでたしそうみたいなな、うん、でまあ熊本では車移動なので、うん、なんかいろんなとこ行ったなと思いながら、過ごしました、はい、ということでですねその時に車の中でよくかかってた曲を、うん、今日はいい曲流したいと思います、うん、おばあちゃんの大好きな曲ですね、はい、ドリームカムトゥルーさんでラブラブラブです、いいじゃない、どうぞ、はい、後半戦に参ります、後半戦、後半戦も、オカディと一緒にお話ししてまいります、後半、ね、第2セットじゃないよね、第2セット後半戦、うん、ほんまやな、第2セットやな、いや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 、第2セットやわ、まだ第3セットもいるで、いや2セット先週にしようよ、あーなるほどねいやでも後半戦でもいいな、後半戦はもうだってバレーではいらんでしょ、いやそうやね、だから前の相方とやってた時にずっと後半戦やったから、うん、それを引き継いでてん、前はあれやもんね、サッカーやね、サッカーやった相方やったんで、うん、そうやな、第2セットに変えようか、この、うん、じゃあ第2セットに、あ、じゃあ第2セットに入ります、はい、ピピー、はい、あのエンドラインに並んでスタートでーす、よろしくお願いします、お願いします、ということで、あの次の日、次の日じゃないわ、
その日浜玉さんが終わってから午後はまた移動して、うん、福岡に行きました、はい、なんとなんと福岡に福岡の、はい、福岡って言ってもやで何北九州うんわあのね2時間ぐらいかかるんですよ。まあ遠かったね。佐賀から福岡の橋って、うん、その北九って2時間ぐらいかかるんですよね、うん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 、それを行きました。あ、行きました。まあ、そうね、その唐津のハンバーガーを食べて、うんうん、エネルギーを蓄え。そうやね、はい、あれマジでありがたかったね。あれはほんまにあんま時間もなかったし、ね、なかったから、うん、そう道の駅も寄ったよ、トイレで、うんうん、寄ったけど道の駅って野菜ばっかりでさ、まあ確かにそうご飯ってあんま売ってないじゃないですか。そうやってんな、飯食うみたいなんて、うんうん、で並んでたし、やっぱ、うん、あの休日やったからね。アイスクリーム買おうと思って並んどったけど、うん、全然進まんかったからやめたもんね。そうやね、もう航空の自販機でジュースだけ買って帰ったもん。それでまあ2時間ぐらい移動して、はい、次はあのね行徳高校の女子バレー部の子たちとバレーをしてきました。行徳館行徳館高校ですね、すいません、なんですけど、まあその子もなんか連絡をくれたんですよね、うんうん、高校1年生の子がなんか多分私のファンなのかな、うん、よく見てくれてるって、ね、うん、でぜひあの一緒にバレーしたいですっていう連絡をくれて、うん、すごい熱心に連絡くれたのよ。そうね、まあその連絡のやり取りしたの、うん、僕がしたんです、うん、その里ゆりが出て企画を考えてるっていうのがあるんで、うん、どんなしたい、うん、みたいな話をしてたんですけど、あのね里ゆりにそのスパルタを打ち込まれたいみたいなその教えをこいたいみたいな、こうたいみたいなことを言ってて、うん、でなんか絶対そう全国大会に行きたいと、うん、言ってたんで、あ、ね、熱い気持ちがあると思って、うん、僕は連絡しまして、いやめちゃめちゃね、はい、いやそれはすごく伝わってきたよ、うん、体育館まで。そう、子供たちだったよな、あれだって。そうだから先生とかがさっきの監督さんとかが連絡してきたんじゃなくて、うんうん、選手が連絡してきて、そうそうそう、でその日午前中はもう普通に学校の練習があるので、うんうんうん、午後もその体育館を使えないとね、うんうん、学校の他でやってるからなんか違う体育館を取るので、うん、ぜひ来てくださいみたいなね、うん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 、感じだったんですよ。すごいよね。で、保護者の方が2名かな、2、3名来られてみたいな、すごいチーム、うん、チームというか部活やね、あれは、うん、そうやね、部活の子だけで出来上がったその即席のとこに悟りが行きまして、いやびっくりやわ、練習してあるある取ってね、ね、2時間だけやったんですけどね、うん、それはあっという間やった。勝山かな、勝山とかね、勝山体育館でやりましたね、うん、いっぱい田畑が空気が美味しい、美味しかったね、え、ほんまに唐津バーガーとトントン、うん、空気の美味しさ、うん、唐津バーガー空気じゃない、あ、セブンイレブンの駐車場広かった、あー、まあ、広かったね、めちゃくちゃ広かった、土地が安いのかな、トイレ綺麗かった、まあ、うん、セブンでトイレ一旦バレるジュースも買いましたね、ジュースも買いましたね。いやでもね、あの午前中かにジュニアを見てたから、うん、まだ高校生やからなんか全然違うってなった。そうやね、うん、全然違かったね、なんかその受け答えとかも結構パンパンパンってしてくれて、うんうんうん、あとちゃんと敬語やったね高校生は、うん、よかった、うん、本当にそこでまたあるあるも鳥居の、うんうんうん、なんかこう積極的に、あ、練習も本当にちゃんとしたんですけど、ご当地の、あ、ご当地練習メニューを見たね、ありましたよ、すごいね、あれね、そうや、そう、なんか各チームでなんかね、うん、特殊な練習メニューあるかなと思って、うん、なんかアップってどんな感じでしてるって言った時に、何やったっけ名前、じゃんけんの、じゃんけん、じゃんけん、じゃんけんか、まあまあ名前がなんかわかんないんですけど、名付けよう今、ハイテンションじゃんけん、あ、ハイテンション、あ、それやったかなあ、そうなんや、でもなんかアップでその最初はグーじゃんけんほいって言ってじゃんけんをした後に、うん、勝っても負けても全力で喜ぶっていうねすごかったよねっていう練習はしてたのよ、うんうんうん、なんか絶対するんですって、うん、毎回始まる時に気合を入れるためみたいなんで、そう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 、やるらしいんです、びっくりするね、あれ面白かったね、なんか試合でもじゃんけんするやん、そうや、試合前に、ね、その時でも負けても喜ぶらしい、うんうん、いやほんま相手びっくりするから、ね、あれ今勝ったよなってなるからでもそれもいい攻撃になるっていうね、うんうん、そうやね、精神の、まあ、うん、まあ、全員で盛り上がれるから、いやもういろんなことを今回教えてもらって、それも楽しかったですね、そうやね、そんなんだって やったことないもんね、うん、うん、なんであの勉強になりました、確かに確かに、はい、もうほんまに良かったです、バレーボール教室の時にそれやろうって思えるもんね、そういうほんまやね、確かに、うん、メモしとかなあかんわ、行った時にね、まあその日はもうそれで終わりのだったかな、いえ
あ、その日は終わった。その日は終わって、まあそれも結構遅くなったんですけど、ね、ホテル帰って、帰って、まあ、爆睡しまして、うん、で、次の日にね、はい、またちょっと楽しみがあったんですよ。そうですよ。それはね、私の YouTube を編集してくれている方、うん、まあ、沙織さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その人に会うっていう予定があったんですね。うんうんうん、会ったことなかったやろ。そう、会ったことなかったんですよ。なのに編集してるってすごいね。そうなのよ。福岡の方なんです。福岡の方なのよ、うん、ずっと前、2、3年前よ、それも、うんうんうん、私がそれこそまたインスタグラムでちょっと編集してくれる人おらへんみたいな感じで、うんうんうん、投げかけたらパッて返信くれたのが沙織さんで、うん、でそれもすごいこうご丁寧にくれたし、うんうんうん、でこういう感じで編集してますみたいな、こういう動画を送ってくれたのもレベルめっちゃ高くて、うんうんうん、すごいと思って、うん、そっからつながりだして、そう、YouTube 見てて、うん、あ、編集のレベル高いなって思ったやつは沙織さんです。イエス。で、あれなんか編集下手くそやな、うん、俺です。いや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 、あれ俺です。いや、お金も上手やね。いやいやいや、俺です、あれ下手くそな方は。はい、いや、でも私の編集もたまに入ってるし、またちょっと違う人のやつも入ったりしてるので、まあ、誰がどれかっていうのは、まあ、分かりづらいと思いますけど。当ててみてください。また当ててもらったら、唐津ハンバーガーがね、全店舗で。いやいやいや、安くならない。何もならない。何もならない。でも、オカディの編集はでもね、分かると思う。分かる人には。あ、ほんま？ね、もうテレビっぽいし。あ、うん、まあ、テレビ好きやからね。全然やっぱ ね、編集者によって変わってくるね。あ、まあ、それはあると思うわ。でもとりあえず一番うまいのは沙織さん。沙織さんうまいな。いや、で本当に初めて会ったんですよ。俺も勉強になるもん、あれ見てて。でもね、どんな人かと、一、うん、回ズームとかでお話ししたことあったんですけど、直接会ったことが、僕も会ったんですけど、そうそう、うん、3人で会ったんですけどね、もう仕事できるタイプや。まあでもどうやるね、え、遅刻してきたからね。15分遅刻してきたからね。いや、それはそう言うてて、クリエイターあるある。クリエイターあるあるです。いや、オカディもね、結構遅刻ね、するのよ。いや、だから遅刻はせんとことは思ってるよ。うん。それも、だから道路の交通状況。いや、違うのよ。寝坊やねん、それが。違う。寝坊なんですよ。寝坊も交通状況やと思ってる。いや、関係ない。体の血液の交通状況やと思ってるから、俺は。それで3時間はダメよ。3時間やから渋滞してたんや。渋滞して。血が詰まってたの。3時間。してないけど、沙織さんも確かに、遅れてきた。うん、遅れてきたよね。あ、クリエイターあるあるなんですよ。皆さん動画編集頼むときはクリエイター絶対遅れてくるんで、そこで怒らんとってください。これ絶対遅れてくるんで。いや、まあまあ確かに。うん、ちなみに沙織さんも、え、でもほんまに守ってほしい、これお願いしますって言ったやつは守ってくれる。ああ、納期ね。うん、けど、うんうん、その俺全然守らへんけど、ね、って言ったやつはなんかもう、うん、あ、お前だかな。すーみたいな。そう、まあ、クリエイターあるあるね。そうそう、なんかあんませかすのも自分ではできへんから、せかすのも、それがプラスアルファのチップがあったらちゃんと動くね、うん、こっちも。ああ、うんうん、まあね、何もこっちにメリットなんやったら何もせえへんっていう。 でもまあな、まあそうやね、衝撃やったね。でもバッと遅刻やったけどさ、うん、まあまあまあ別に全然いいですよ、まあ、全然待てる人なんで、うんうんうん、遅刻してきてパッと入ってきたら、うん、赤色のベコベコのミニクを履いてきたら、うん、左側ベコベコのミニクーパー履いてきて、ベコベコって、まあまあまあベコベコって言われる、ベコベコやったや。いや、おもろかったな。まあ、ガスト置いてて、俺らが止まってたところの左折で入ってきたときに、もうベコベコベコ。いや、吸ってないよ。もうベコベコって音が聞こえながら入ってきたもん。今までの吸ったベコベコの音が。ああ、確かにおもろかった。あれおもろかったな、ほんまに。いや、でも本当にね、初めて会ってお話もできて、うん、なんかこう YouTube もどんな感じで知ったらいいですかねとか、いろいろちょっと相談とかも兼ねて、うん、いっぱいお話しさせてもらったんですけど、やっぱりね、いい意見くれる。そうやね、やっぱなんか、うん、頭の回転がすごいわ。そうそうそう、賢い人じゃない、うん、できんあれは、うん、賢い感じがもう出てたね、うん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 、だから本当にね、それこそ勉強になりまして、うん、なんかこんな人が一緒にやってくれてるなんて、うん、もうもっと頑張らないとちょっといかんなって。だから沙織さんにはちょっとこっちに引っ越してきてもらうっていうような結論になってるので。なってないよ。え？なってない、なってない。沙織さんはどうしてもちょっと直接お話したいんで。言ってないよ。僕らが福岡行くわけにはちょっといかないんで。今初めて聞いたわ、そんな言ってないよ。なかったでしょ。そんな、それはもう動画を送って返事してもらうっていう、今後もよろしくお願いしますという、ことになりまして。で、まあ、沙織さんも終わり。で、最後ね、ちょっと夜ご飯、ちょっとまた福岡っぽいもの食べたいなと思って。そうやね。で、福岡といえば屋台なんですね。あ、そうやね。そうやね。で、オカディがちょっと教えてくれまして、うん、天神とかの屋台に行ってきました。うん、屋台行きました。福
福岡は屋台行かないと始まらないですから。そうなの、うん、だから俺は屋台行ってから始まったから、あれ福岡旅が。ええ、終わる寸前じゃなかったの、うん、あれ、うん、あれ始まって帰ってきた、うん、それまではないやったんやね、うん、いやもうしゃあない、もうあれはもう兵庫兵庫じゃないやろ、兵庫です。福岡やったよ、絶対屋台食べたらダメです。福岡やったよ。で屋台でも、うん、これなぶっちゃけ言うわ、うん、屋台って当たり外れあんねん、うん、そうなん、うん、あのね、これまあ本当にそのいろんなグルメな人とかから話聞くけど、うん、中洲のね、うん、中洲とか天神ってあるんですけど、うん、中洲のね屋台はねちょっと外れが多い、あのね美味しくないじゃないよ、めっちゃ美味しいし、うん、いいんやけど、うん、ちょっと店員さんの愛想とかが、関西人ってめっちゃ気にするやん、そこ。まあ確かにな、店員さんの愛想とか、うん、やっぱ外れが多いです。めちゃくちゃちょっと愛想悪かったり文句言ったりする人が多いんですよ。でも天神のおすすめあります、うん、顎出して記載地、マジうまい。行ったところ？行ったところです。確かに。顎出しのおでんです。めちゃめちゃ美味しかった。めちゃくちゃうまいんですよ。もうね、うん、なんか真ん中でこう、もう見るからに美味しいおでんがこういったグツグツあって、うんうんうん、なんていうの、サザエさんとかさ。昔のアニメとかでよくその仕事帰りにちょっと一杯行こうかで入る屋台やね、屋台やった。ほんまにほんまに車横とか全部大通りの横でそうやってるけど、めちゃくちゃ。ほんで美味しいね、美味しいおでんよ。これからちょっと今寒なってきてるやん、この状況でよ、冬寒いなーって今日長袖持ってくればよかったっていう時にさ、おでんあってみ、いやうまい、行きますよあんさん。で外でさ、なんかちょうど勢いやったのよ、その時も。暑なかったもんね、寒いぐらいやったね。ビールとかさ、焼酎飲んでさ、おでんよ。おでん。めっちゃ良かった。しかも顎出汁よ、タチウオよ。いや、めっちゃ美味しかった、初めて食べた。長崎らしいんですよね、顎出汁ってなんか。うん。でもそう、まあ福岡でやってますけど、めちゃくちゃうまい、うん。でもなんかそこで主流っぽい感じでさ、餃子店って置いてあった、うん。餃子店ありましたね。餃子が練り込んでやね、練り物に。うん。めっちゃ美味しかった。餃子店は向こうではメジャー、うん、いやだって関西で食べたことなかった、ない、餃子店なんか見たことない、うん、本当に。いやほんまに、なんか初めてやったし、うんうん、普通にちゃんと美味しいし、美味しいよね。隣のなんか可愛い女の子たちもずっと食べてた。あ、そうやね、モデルさんみたいなね、ほんまにモデルさんみたいな。いやもうほんま美人多い、呼び合マジで美人多い。ほんまにぜひ福岡へ。なんで丹波ラジオで福岡来てって言うてる。いやほんまにそれはあの思いましたわ。ほんまにいいとこやわ、うん、なんでもしぜひね、あの福岡行った際は、うん、顎出しおでんとかね、うんうんうん、何屋台行ってみてください、うん、ぜひ。久市さん、うん、ほんまに美味しい、マジで。あと唐津ハンバーガーも、あー、あとウエスト、ウエスト、あ、ウエストのうどんも食べたね。そうですね。え、でもうどんとかも、うん、でやっぱご飯美味しいわ、美味しいし安い、うん、ほんまに。だからなんかこうバレーして疲れた体で美味しいご飯を食べるっていう ね旅を、まあ福岡だけじゃなく、うん、全国でいろいろできたらなとかも、思いながら頑張っていますので、今後もよかったら YouTube ね発信していきますので、よかったら見てください。はい、で、まあ、ちょっと年末にかけていろいろオーディションも増えてきてまして、うんうん、私もねネタとか頑張ってますので、またいい報告ができるように頑張っていきますので、今後も応援よろしくお願いします。ということで今週の里ゆるトークはこの辺で終わりたいと思います。また来週聞いてください。バイバイ。さよなら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 。いらんねん、いらんねん。